こちら検査場に来ています。12レース王座決定戦のメンバーすでに控え室を出てそれぞれの愛車にまたがろうかというお時間になりました。すでに塩で体やバイクを清めたりストレッチをされたりしています。もう緊張感いっぱいですね。思わぬ雨、そして試走からレースまで1時間あるということでタイヤ選びも慎重にされています。連覇のかかる3号車の鈴木圭一郎選手は今年は昨年よりも緊張していない、いつもレースはワクワクする、今日もワクワクしているとおっしゃっていました。地元の7号車の永井大輔選手、いろいろ整備して苦しみました、手伝ってくれた周りのみんなに感謝したい、あの緊張感が味わえるのが嬉しいということでした。さあ選手の目線の先にはいっぱいのお客様に埋め尽くされた照明に輝くスタンドが見えてきました。今その走路へと向かうところです。こちらからは以上です。ありがとうございました。12月31日大晦日、その名物といえば数多くあります。かつてはレコード大賞からの紅白歌合戦は歌謡界最高のステータスでした。そしてオートレース最高のステータスはこの1日、1年の最終ランナーとして競走路を走ること、その魅力はこの空間に集約されています。荒尾、青山、鈴木、早川、佐藤、永井、浦田が今年の最終ランナー、リタイアを余儀なくされた金子の思いを乗せて走ります。将棋、棋界では藤井四段の快進撃、スーパースターが誕生し羽生永世七冠の伝説で沸いた平成29年、オート界も鈴木圭一郎の挑戦、高橋光の復権と数多くのドラマがありました。1年間の感動の涙、そして悔し涙、さらに嬉し涙が雨となってアスファルトを染めました。岡部聡が制した2003年以来14年ぶりに舞台は水気を含むコンディション、いよいよ大一番を迎えます。 SG 第32回スーパースター王座決定戦、もちろんファンファーレはガクト作曲サンクチュアリー幻想の彼方に。 SG 第32回スーパースター王座決定戦の発走7名の選手が幻想に飛び込んでいきます。3秒前、 SG 第32回スーパースター王座決定戦スタートしました。さあスタートはどうか、青山が行くのか、鈴木圭一郎か、トップスタートは青山周平、青山が行った、さらには鈴木圭一郎も行く、内側では荒尾がありますが、さあどうか、まずは青山周平、さらには鈴木圭一郎、早くも両選手因縁の対決、外から永井の姿もあります。さあ強まくりを放っていく鈴木圭一郎、受け止めるのは2番の青山周平であります。レースは2周目に入っています。青山、さらには鈴木圭一郎、荒尾も虎視眈々と3番手から活路を見出せるかどうか、何か荒尾には底知れない可能性を感じます。まくりかける鈴木圭一郎、2番手は鈴木圭一郎、内側から荒尾も迫っています。残りは8周回、先頭を我慢する競争になりました。青山周平、またまた天敵鈴木圭一郎との競争になりました。しかし待ったをかけるのは荒尾であります。さあ無限の可能性を秘めている荒尾、荒尾が2番手からトップを狙うか。残りは7周回、2番手に荒尾が上がってきた。さあ2番の青山のすぐ後ろ、荒尾が来ました、荒尾が来ました。今日は途中で一雨ありました。雨降って荒尾が覚醒するのか。14回目のスーパースタートライアル、そして11回目の王座決定戦、さあ残り6周どうか。青山が頑張っている、勝利への正解を見出せたのかどうか。青山周平が先頭であります。昨年は一瞬で奈落の底に落ちました青山、挫折を乗り越えて今先頭を走っています。残りは5周回、しかし2番手荒尾さとし、まだまだチャンスあり、バックストレッチへ抜け出していきます。さあ荒尾にとってもこれは優勝へ千載一遇の一番であります。3番手鈴木圭一郎、競争者は長距離専用に仕上がっている、なぜか10周専用に仕上がっていると話していました。ここからが鈴木圭一郎の真骨頂であります。滑った青山周平、さあ内に詰まった荒尾聡、外から鈴木圭一郎、受け止めている荒尾聡、まだまだ踏ん張っている、さあ三つどもえ戦になった。そ
大一郎の人生をかけたツッコミが見られる。さあこの3コーナー、荒尾が先頭に上がった。生田の名勝負だ、荒尾聡が、そして生田の王座決定戦先頭走った荒尾聡、しかしまだ先頭でのチェッカーフラッグはありません。荒尾聡がさあ夢に向かっている、荒尾が夢に向かっている。3コーナーから4コーナー、今先頭で荒尾が立ち上がりました。憧れの夢のスーパースター優勝へ、いよ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 ラストスパートの最終周回に入っています。11回目の挑戦で悲願の頂点が見えてまいりました。荒尾の長かった冬が終わろうとしています。ついに荒尾が勝った。スーパースター11回目の挑戦、精神的に成長できた1年だった。今年をこう振り返っていた荒尾聡、今までの過去の悔しさがこの荒尾聡の大きな力になりました。思う存分泣いてくれ荒尾聡。勝利への執念、スーパースター王座決定戦何度となく先頭を走りました。しかし必ずゴールでは人の背中を見て、無情のチェッカーフラッグでした。 SG 初制覇から10年、夢にまで見たスーパースターの頂点です。荒尾聡のこの表情、ついにやりました荒尾聡。ありがとうございます。もう目は涙でいっぱいです。まだ優勝戦確定はしておりませんが、ついにやりました荒尾聡、男泣きの瞬間。以上実況でお伝えしました。1着1番、2着2番、3着3番、以上でございました。いやー、岩田選手と抱き合いましたね。はい、もうこれは涙も自然にもう溢れ出してきたという感じだと思います。ですね、激闘でした。まさに激闘でした。しかももう最近のこのオートレース界、佐久間選手ですね。もう今日はもう、どれだけでも泣いていいんじゃないですか。そうですね、飯塚の坂戸選手、東山選手にも祝福で迎えられています。いや、このスーパースターも、もう優出もうするのが当たり前みたいな顔にね、原尾選手はなっていましたよ。そうですね、準決勝の時の集中力は本当にすごいですからね。優勝戦で本当に悔しい思いを何回もしてきました。はい、まあ、落車などもありましたし、はい、本当にね、悔しい思いを重ねてきました。その分の涙だと思いますね、これは。いや、まあ、飯塚勢、一時期飯塚王国と言われている時もありましたけれども、最近はやはりもうこの元船橋の選手の皆さんのこの勢いというかね、完全に押されている流れだったんですけども、飯塚勢のこの SG の優勝、スーパースターの優勝ですよ。しかもこの王座決定戦が2つ目のタイトルですから、まあ、取っている SG はいずれも、まあ、スターという、ね、言葉が入る、大会ということにもなりました。有吉選手、有吉選手も今年 SG の輸出ありましたから、またこの2人のコンビでのね、あの爆笑 SG 輸出インタビューなんて、はい、以前ありましたよね、よく、ね、はい、カツラをかぶったりだとか、そういったこともありましたが、そうですね、はい、そして弟分の平田選手も後ろに、はい、ましたね、はい、いや、平田選手もこうずっと待ってましたよね、今、いつこう歩み寄ろうかと待ってる感じでしたよ ね、 そうですね、
いや今どんなこれ板橋さん心境でしょうね。そうですね、本当嬉しいでしょうね。まあ、終わった瞬間はね、まだね、実感はないと思うんですけどね、はい、これじわじわこう嬉しさがね込み上げてきますよね、はい、しかも前も狙わなきゃいけない、後ろにも選手を抑えなきゃいけないという状況で、勝負で入るところ入りましたからね、はい、本当に SG は常連でしたから自慢していいレースでしたよね今の、うん、そうですね、うん、だって今のときめくね、鈴木圭次郎、相馬周平、この2人を競り動かしたわけですからね。そうですね、先行って、ね、逃げ切ったわけじゃないですからね。違います、はい、まあ、昨日のレースの時点でもちょっと、まあ、予感といいますか、良さは伺いました。そうですね、今回の荒尾選手のこの両走路の安定感、はい、そして今日のこの雨、はい、この雨も大きかったんじゃないですか。そうですね、で雨が上がって、はい、だいぶ高速路が回復してきましたよ ね、 そこも大きかったんじゃないのかなと思います。昨日の枠番選択で1枠が奇跡的に残ってたっていうのが大きいんじゃないですか。そうですね、2位になって、その後どこ行くのか、3が入った時に荒尾選手ににやりとしましたから、うん、そうですね、しました、はい、実は、はい、あの2番3番と埋まった後に、後ろで荒尾選手と早川選手が談笑してましたよね、うん、そうですね、あの時何を話していたかというと、実は昨日ゲストで三平さん来てましたよね、はい、はい、で順番でいくと荒尾選手があの3番になるだろうと、うん、1、2と埋まって、はい、なので3番ですというところを三平ですと言おうと思っていたらしいんですよ、はい、ネタででも取られてしまったのでどうしようかみたいな話を、はい、そうだったんですね。それで談笑していたらしいんですけど、あ、じゃあ一番会談にありじゃなかったんですか、はい、ネタを披露したかったとか、そこも多少あったらしいですけどね、まあ結果的にはそれで一枠が来たわけですからね、そうです、そうです、はい、いやー、でもあのゴールした後も結構早い段階で、うん、何かもう体から溢れ出す何かをこう叫ぶようなガッツポーズが、はい、そうですね、本当に印象的でした、うん、今年は33期の新人、はい、はい、お弟子さんも取りました。そう、師匠になりました。そうなんですよね、それもやっぱり大きいじゃないですか。そうですね、やはり弟子にね、ちゃんと走りを見せてあげたいですからね。そうですよね、だってお弟子さん捉えてから、はい、髪型がすごく変わりましたよね。ちょっとトーンダウンしましたかね。そうですね、うん、はい、いつも明るい髪色だったりツンツンこうして立ってるような感じがありましたけれども、ピシッとこう七三分けみたいな感じになって、ね、うん、そうですね、そのあたりの心境の変化というのももしかしたらあったのかもしれませんが、うん、お弟子さんもおそらく頼もしく師匠の姿を見ていると思います。涙はようやく止まりましたかね、もう満面の笑顔に変わりましてガッツポーズ飛び出しました。では表彰です。アラプーチおめでとうございます。10年ぶりだ、やったー、やりました。大みそかの大一番でこのたくさんのファンの皆様を前に優勝していかがですか、この景色は。いやもう二度と味わえることないんじゃないかってずっと思ってたんで、ちょっとまだ夢のようです。もうアローコールが鳴り止まないんですけれども、ファンの皆さんの声援届きましたか。いやもうゴールした瞬間からもう凱旋回ってる時からもう皆さんの声が聞こえたんで、もう嬉しくてちょっと涙が出ちゃいました。すごいです、アロー選手。レースの方も振り返っていきたいと思うんですけれども、疾走を終えて、まあ、1時間あったんですけれども、ピットではどんなことを考えていらっしゃいました。ピットではやっぱり今回は特になんか緊張しなかったというか、まあ、普段通りのレースができたんで、ピットの中でも、まあ、いい緊張感とリラックスできて過ごせましたね、はい、さあではスタートからレースを振り返っていただきたいと思いますが。そうですね、スタートは、まあ、コンセプトを知って切れてなかったんですけど、まあ、走路的にも2コーナー立ち上がりが、まあ、思想がちょっと流れ気味だったんで、まあ、中で潜じっとしていればいい位置では回れるのかなと思って、まあ、その通りはまりました。この走路状況でしたのでタイヤの選択もかなり迷われたんじゃないですか。
いやまあ僕はもうずっと検査前からもう晴れタイヤ、昨日のタイヤ状態でつけてたんで、まあ、そんなに迷うことはなかったです。さあそして先頭に立ってからは足はどうだったでしょうか。もうエンジンは昨日からも自信持ってたんで、まあ、あとはその2コーナーの滑りだけ気をつけてもう目いっぱい走りました。さあラオ選手頂点に輝きました。いい年越しができそうですね。いや最高です。もう皆さんのおかげです。そして来年は年明けからいきなり地元での SG がありますよ。はい、ここに満足せずにまた来年もいっそいっそ一生懸命頑張りたいと思います。これから荒尾選手どんなレースを見せてくださいますか。はい、まあ、ファンの皆さんにはちょっと買いにくい選手だったりすると思うんですけれども、まあ、安定した成績を残して一つでも多く車検に貢献できるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。それでは改めてファンの皆様にメッセージをお願いします。ファンの皆様そして僕の家族皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当におめでとうございます。最後に感謝の気持ちを述べるときにまた涙がね、はい、ちょっと込み上げるような感じがあった荒尾選手。あ、荒尾コールです。まあ、おそらくこれ飯塚からも声が、そうですね、やっぱりもう止まらなくなっちゃいますね、うん、涙が、はい、 ね、でもこれ10年分の涙ですよね。今まで SG の優勝戦9回の2着がありましたから、もう2着はいらないと、うん、そうですね、去年も2着ではあったんですが、はい、展開がね、そうですね、展開でした。そうですね、奥の木市長です。はい、皆さんこんばんは、川口市長の奥の木でございます。今日は本当に全国のオートレースファンの皆さんがですね、この川口市長に、駆けつけていただきまして本当にありがとうございます。今日おかげさまでね、約2万3000人の人がこの川口市長に訪れていただきました。ありがとうございます。そして売上もですね、去年よりも多く約23億売上させていただきました。心から熱く御礼申し上げます。第32回のスーパースター戦、今年は荒尾聡選手、本当におめでとうございます。まあ、ぜひですね、皆様、オートレースファンの皆様、今年も大変皆さんにお世話になりました。そして川口城もですね、もっともっとファンの皆様に喜んでもらえるよう一生懸命努力させていただきますのでですね、ぜひまた来年も皆様方のご支援をお願い申し上げます。1月2日ニューイヤーカップ、これも私朝からですね、駆けつけさせていただきますのでお待ちしておりますので、来年もよろしくお願い申し上げます。今日は本当にありがとうございました。奥の木市長どうもありがとうございました。奥の木市長からの、まあ、例年通りに熱い、言葉がありました。続きまして優勝を祝して、いやまあ本当に入場者数もね2万3000人を超えて、売上も昨年以上だったということですね。この点につきまして本当に皆さんありがとうございました。はい、勝利をかみしめながら戻っていく姿は川口ちょっとイメージがあるんですけど、すごく感動しました。本当におめでとうございます。真岡さんも感動の涙というところですね。いつも飯塚勝利の女神あきちゃんがね、はい、飯塚の選手の話してるから、それでいろいろと歓喜は持っちゃったんでしょうね。そうでしょうね。いやこれ今それがあきちゃんはどうなってるんでしょうね。そうですね、泣いてると思いますけれども、はい、表彰式続いております。荒尾選手歓喜の優勝となりました。優勝荒尾聡様、あなたは川口市祭 SG 第32回スーパースター王座決定戦において特に優秀な成績を収められましたので、その栄誉をたたえこれを称します。平成29年12月31日経済産業大臣世耕弘成。
おめでとうございます。続きまして優勝カップが贈られます。として場外車検売り場ラピスタ新橋総責任者井出光弘様より賞状と商品が贈られます。早く浸透してに電話しろ。賞状優勝荒尾聡様、あなたはラピスタ新橋カップスーパースターフェスタ2017SG 第32回スーパースター王座決定戦において当初の成績を収められました。よってその栄誉を称えこれを称します。平成29年12月31日ラピスタ新橋総責任者井出光弘、おめでとうございます。おめでとうございます。続きまして商品が贈られます。続きまして JKA 会長賞として公益財団法人 JKA 会長笹部俊夫様より賞状とメダルが贈られます。賞状優勝荒尾聡様、あなたは川口オートレースにおいて開催したラピスタ新橋カップスーパースターフェスタ 2017SG 第32回スーパースター王座決定戦に出場し当初の成績を収められました。よってここにメダルを贈りその栄誉を称えます。平成29年12月31日公益財団法人 JKA 会長笹部俊夫、おめでとうございます。おめでとうございます。それでは続きましてメダルが贈られます。荒尾選手の首からかけていただきましょう。笹部様どうもありがとうございました。それでは続きまして川口市長賞として川口市奥の木信夫市長より賞状並びに優勝カップ賞品そして賞金ボードが贈られます。賞状優勝荒尾聡様、あなたはラピスタ新橋カップスーパースターフェスタ2017SG 第32回スーパースター王座決定戦において当初の成績を収められました。よってその栄誉をたたえこれを称します。平成29年12月31日川口市長奥の木信夫、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。続きまして優勝カップが贈られます。そして商品を贈られます。さあそして荒尾選手に賞金ボードが贈られます。おめでとうございます。後ほど写真撮影のお時間を設けさせていただきます。奥の木市長ありがとうございます。後ほど記念撮影の時間を設けさせていただいております。ありがとうございます。さらに荒尾選手にはチャンピオンベンチコートが贈られます。
とうございました。